とね、今日さ朝の撮影でさあれを使ったのよ。知ってる？最近ってすごいんだから。知ってる？これ今日朝の撮影でこれ使ったのよ。ちょっとついでに化粧直していい？顔テッカテカや。タンタンタン。上にも塗っときたいわ。どこ行ったんだろう、西の後先やっとけって。先は化粧道具が遠かったのよ。でも今は近くにあるから。なんか赤くなった。いい。知ってるこれ。ほら。昨日より前髪黒くない？大西。まあ昨日の夜染めたっていうのはあんねんけどさ、今日の撮影あったからね。でもなんか染めてもなんかまだちょっと緑っぽいのが残ってて、しっかりした撮影やったから見て。じゃーん。見てこれ。知ってる？これね、正式名称はね、毛髪着色料って。なんか本当はね、なんかちょっとね、あの白い髪の毛がこうあの生えてきた時に。なんか使うみたいなんですけど、そう、大西はこの辺が全部緑だったのでこれをなんかスプレーも買っててんけどさ、これがあったから、これ見て、こうやってね塗るじゃない、こうやってこうやってね、こうやってこのままやるの。そしたら茶色になるの。あ、ついちゃったすごくない？ほら、緑が消えるの。ほら、すごくない？ほら、で、薬局に売ってたの。シャンプーで消えるの？それって。そう、なんかこれワンデータイプって書いてて、逆にワンデーじゃないのとかあんねんやと思ったけど、そう、これを使ってからちょっとキトキトになるのよこれ。そう、だからすごいでしょって。これで今日は撮影してきました。明日もこれを塗っていきます。明日もこれを塗って秋葉原 UDX に行きます。明後日もこれを使います。でもね、これなくてもね、だいぶさ緑はね、そんな緑してないのよ今。だからまあワンチャンいいかなとも思うねんけど、まあ一旦下見てみて、やばかったら塗ろうかなと思うわ。緑ダメなの？一旦ちょっと緑隠してって、あの染めてって言われちゃったから、
応昨日あの自分の持ってた染め粉があったからとりあえずそれで染めてんけど、真っ黒にはやっぱならないから、その自分のストックしてる染め粉だったら。そうなのよね。まあでも年末もねちょっと歌番組あるから、その衣装でね、衣装の色とかでまたこの辺変えれたら面白いなって思うから、ちょっとまだちょっと残しておきたいですよね。まあでもいいの見てたね。何かがあってもとりあえずこれでいける。髪でいいよって、まあそう思うよねみんな。でもだってさ、せめて髪型でさ、今まではさ変えてきたじゃん、ネモハモルーマ。髪型もちょっとそこついちゃう、なんかね、まあ、パッとねなんか衣装映えするから。この間の緑も結構衣装に合ってたからね。せっかくネモハモルーマーでね、こうメディアとかに出させていただけてるから、なんか今はちょっとね自分でいろいろ探しながらやろうと思うよ。せっかくね。でもそれで言ったらさ、すごいよねって思うのよ、韓国の方々とかさ、テレビ出るたんびに髪色変わってるもんね。そうなのよ。え、髪の毛バシバシになっちゃいそう。さすがだわ、努力してるんだよ本当に。みんなひーちゃんもそうだ。ねえ、こんなでね、でまあ今日は朝撮影してきて、夕方は秋葉原 UDX さんで、そう実際に行って、あの明日のリハーサル、明日明後日のリハーサルを申してきて、で今はリモートでねお仕事してました。1時間ほど。で明日はついに秋葉原 UDX さんで、そうソロステージがあったりするのでね。そうで聞いて、大西今日聞いて驚愕したことがあるんだけれどもさ、明日はまあまあまあなんですよ。明後日がね、明後日も秋葉原 UDX さんにて、あの東京酒フェスティバル2021のステージに出させていただくんだけれども、まあ鏡開きとかも一緒にさせていただくのね。多分もうタイムスケジュール出てるんやと思うねんけど、そう出てるよね。もう西明後日鳥なのよ。もうそれ先知ってさ、でね、細川たかしさんより、細川たかしさんの次に歌うのも西、どうしようと思って俺それ先知ってと思って、どうしようと思って、えらい、どうしようと思って、いやどうしようって感じ、マジで。
やばいよ、どうしよう、助けてさっきそれこそあのリハーサルしに行って、あのお世話になってる方にちょっと挨拶させていただいた時に、西ちゃん鳥だよって言って、えそう、須川たかしさんの後に歌うんだよって言われて、えそう、大丈夫かな。いい、みんなよかったら見に来てください、うん、ぜひよかったら見に来てください。明後日は、明日は平日なんやんな。月火水木、あれ今日水曜日、明後日ももしかして平日だったりする？明後日も平日じゃん、明日も平日じゃん、あああれさっきマネージャーさん、明後日のなんか明日は平日だからねみたいなやつ、あれじゃあ明後日は大丈夫なんかって思ってた、明後日も平日じゃんねえ、みんな忙しいよ平日だってみんな来れない、みんなお昼休憩とかに来て、あさってはちょっと夜遅いから、あさって夜遅いから分かったら来て、そう8時、明日もねわりかし遅めなの時間、夕方ごろお仕事を早めに終わらしてきて、いえみんな来てくださいぜひ、いえ仕事辞めます、それダメ、仕事辞めんのはダメ、仕事辞めんのはダメなんですけど、いやーみんなが早退できる理由を考えてみる、みんなすいませんって、このあと約束してて、じゃあ約束しようじゃ今約束したら口実になる約束する、明日来て、明日来て、明後日も来て、切実って、そうなんかね、なんか今日さリハーサル行ってみてさ、で今回まあ AKB の曲を歌うんだけれどもね、フルで歌わせていただくのよ、緊張してさ緊張してさ、何とぞ何とぞ、あのもう日
広めといて、あ、すいません、広めといて、日本酒好きな方とか AKB 好きだよって方とか、ちょっと大西ファンの方以外にもお友達いたらぜひよかったら、ちょっとそう、ちょっとたくさんしておいてぜひとも集合って、うん、明日は15時半に、間違えた、17時半に秋葉原 UDX で大西が呼んでたよって、あなたのこと待ってたよって、大西待ってるから行ってやってって、ちょっと伝えてもらってもいい伝えてもらってもいい、閉まってるから、当日券って、わかんないあれもうないのかな、チケットって、ある、でもあるって言ってたけどな、マネージャーさん、うん、マネージャーさんあるって言ってた、チケット、そう、あさってはもうあのまだチケットあるけど、たくさん、あのたくさん、わかんないけど、そう、来ていただけそうでみたいな、明日はそう全然あるみたいな、当日券なのかな、それとも今からなのかな、ネットなのかな、当日券はちょっと高い、あ、ちょっと当日券になってるとちょっと高くなっちゃうのか、あと20歳以上限定、そっか、お酒だもんね、早く大人になってイベント行けるようになりたいって、うん、もう大人になったらいっぱい飲もうね、あ、お風呂沸いた、車もダメよって、確かに車持ってきちゃダメよ、あ、今ならまだ前売りで OK って、お、みんな明日ぜひ、あ、STU もいる、そう、 STU48 がいるよ明日もう自分じゃなくて STU さんを出すっていう、みんな明日 STU さんも出るよどう、どうよ、明日 STU さんも出るよ、どう、明後日も出るっぽいよ STU さん、どう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 、ついでに大西あの見に来てくれたら嬉しいかも、じゃあそう、あの、あのたまたま大西もそこいるからさ、明日そう STU さんが出るんだけど、そう、あ、たまたま大西もそこ明日いるから、そう、ユーカリ、あ、ユーカリも出るっぽいよね。あ、そう、ユーカリも出るらしいよ。おし、たまたま一緒にいるからさ、あの、一緒にいるわけではないねんけど。おし、たまたまそのイベント出るからさ。そう、あの、ついでによかったら、チラって見てくれたら、嬉しいなって。マチャリン、そう、マチャリンも出るよ。そう、明日マチャリンも出るっぽい。そう。そうそう、マチャリンのソロステージとかあるからね。すごくない？でもたまたまね、大西もそのイベント出るのよたまたまね、たまたま大西もそのイベント出んねんけど、ちょっとついでにね、あのたまたまいるから、よかったらあのついでに見て帰ってくれたら嬉しいなっていう、そう、どうどうどうTU さんが出るなんてね、すごい、もしもちょっとちょっとお邪魔させていただくので、今回ちょっと出て、
一応 AKB48 なので、 AKB48 さんの楽曲を今回ね歌わせていただいちゃったりなんかしちゃおうかなっていう、ちょっとでちょっと欲張ってそれがフルバージョンっていう、ちょっとね、でちゃっかりね自分の日本酒のねプロデュースしたやつのお渡し会とかねちょっとさせていただいて、まあ、ちょっとやねんけど、ちょっとすんねんけど、それもよかったらついでに来ていただけたらちょっとねありがたいなっていう感じでございまして、そうなんですよ、ぜひ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 よろしくお願いいたします。それメインじゃないの、 それはもうメインだなんて、そんなとんでもないとんでもない、ね STU さんとか、そうマチャリンとかユーカリンとかメインどころがいっぱいいらっしゃるからね、ちょっといるからちょっと見に来てダメダメかな、ダメかな、AKB48 なんですけど、たまたまそこが AKB48 の聖地の秋葉原なんです、たまたまに、そうなんです、 AKB48 劇場とめちゃめちゃ近くて、そうちょっとちゃっかりね撮影タイムとかも設けちゃってて、なんか大西いたわらわらっていうつぶやいていただいても全然いいのでなんか STU 見に来たら大西の方がいるんだがわらわらとかでも全然そうやってねツイッターとかそういうのつぶやいてくださったらすごいね、大西もつぶやいてくださってるな、ルンルンこうルンルンしちゃうからね、なんかいるんだが大西みたいなそうよかったらねぜひぜひそれそういうのもつぶやいていただけたら嬉しいなって、そうね、ぜひぜひ、エゴサするのって最近ね結構するようになったのよ、ちゃんとエゴサーチというものをツイッターだけやけど、そう成長、そうちょっと前まではちょっとねあんまこうエゴサーチっていうものをあんましなかったんですよ、初期の頃はめっちゃやってたんですけど、やっぱこう傷つくコメントとかがね多かったからもう見ないようになっちゃってたんですけど、なんかそれをショールームで言ったら見てないのっていう感じの、なんかすごいたくさんの方が、思った以上にたくさんの方がびっくりしてて、あそっかと思って、でそっからちょこちょこ見るようになって、最近はねこう見るようになった回数は多くなった、うん、そうなんかしっかりね名前と顔とかもね一致させられたらいいなってなんか最近は思うようになって、やっぱショールームとかでさコメントしてくださってる方とかはなんか自然にこうたくさんコメントしてくれてる、してくれたらすごいなんか名前だけこう残って、お話し会とかお話し会どっちも今一緒のこと言ったら握手会とかさお話し会とかくださった時にショールーム見てる何々ですって言ってもらったらあーってなることが多かったんけど、そうね、そういうのもツイッターでもねそういうのできたらいいなと思って、そう
最近はよく見るようになったよ。755は見てますかって、自分のトークのコメントは見てる。その方のこうトークとかに行くことはないんやけど、自分のトークのについてるコメントは見てる。そう、ツイッター、インスタの DM、755のコメント、あとは TikTok のコメントとか、まあ TikTok あんま更新してないんだけど、そうそうそう、そんな感じかな。755コメントしたら見てくれるって。私ね、755ね、そっか、見てないって思うよね、投稿してないもんね。そうね、うんしの LINE の頻度ってあんな感じよ。なんかうんし755 LINE っぽい感じでなんか使ってて、なんか意識的に今週 LINE の頻度あんな感じ。大西と友達になったらあんな感じで連絡くるよ。その自分のなんか来て午後こわったっていう、どうしても言いたいことないんで。そう、あんな感じなんです。そう、基本でもツイッターを更新することが多いねんな、おにし。ツイッター脳なんですよね。インスタの DM とかも毎日見てんねんけど、そう、更新するってなったらツイッターが一番多いね。でも今日はインスタを頑張ってみようって思って朝、今から撮影とか言ってみたけど。そっから止まっちゃった。そう、今日の一日、なんか今日の一日の行動をさ、ストーリーでさ書いてみようかなとか思ったんだから、今日やったらいつもさ、ショールームでは今日こういうことあって、こうあってこうでしたみたいな言って、今日一日の話とかすることとか多いねんけど、それをストーリーとかでやってみようと思ったの今日。だから今日は朝撮影がありました、その次 UDX 行ってリハしてきました、夜なんだリモートでお仕事しましたみたいな書こうと思ったのよ。朝で終わったね。朝で終わっちゃった。難しい、ちょっと慣れるまでに時間かかりそう。頑張ってみる。ちなみに明日明後日はね、もう秋葉原 UDX の酒フェスだけなので、明日やるとしても1回ずつだから。 それね、癖づいてたらさ、11月とか思でもなんかそれもどうなんかなって思ったの一瞬。逐一さ、自分のさ、お仕事の行動さ送ったりするのもなんかねえ、あれなのかなって今日考えたりもしてんだよね。お稽古でした、お稽古でした、お稽古でした、同じ時間から始まってたらさ、なんとなく予想ついちゃうよ。いや、その辺よね、その辺をもうちょっと考えて、もうちょっと考えるよ。考えようね。そうなのよ、なんかショールームでさ、こうざっくばらんにさ話す分にはさ全然わからんよ。文字が何時から何時まで稽古して、何時から何時までがレッスンで、何時から何時までがどうみたいな、これ食べたとかでも嬉しい。わかった、これ食べたってじゃあ言うね。恥ずかしい、でも日食食生活披露しちゃうのね。おにしやばい、なんかおしゃれなもんとか食べてないわ、大丈夫かな、ごめん。恥ずかしいけど今日はね晩ご飯作ったのよ。
あれ前言ってたやつ、ちゃんと小麦粉、昨日ね小麦粉コンビニに売ってなくて、やっぱり小麦粉、薄力粉、そうで今日スーパー寄って帰ってきて小麦粉と、めっちゃ美味しくできた。あれなんていう料理なんやろ、そうなんかすごい美味しく、トマト缶のやつって、そう、あ、50分で分かった、55分ぐらいになったら終わろうかな。インスタで見たので、これはね TikTok で見たのよ。なんていう料理の名前わかんないのよ、あれなんていう名前なのね、書いてなくて料理名が。じゃあ作り方説明してみるね、これわかるかな、これでなんていう料理ってわかるのかな。まず鶏肉を、薄力粉と塩コショウで振るの、袋にそれらを入れて振るので、炒めるじゃん。炒めた後にしめじとブロッコリーを入れて炒めるので、あ、その前にオリーブオイルというものをジャーってやった、オリーブオイルバーってやって炒めて、でね、トマト缶入れて、トマトが割りか、なんかあの今日新しいそのトマトのやつ買ってきたのよ、なんか牛乳パックみたいに入ってるやつがあって、それならなんかねいい感じにトマトがちっちゃくって、ほとんどソースみたいな感じだったから、それを入れて全部バーって、で5分煮込んで、煮込んだ後に牛乳入れてコンソメ入れて終了。これはなんていう料理ですか？なんていう料理だろう。あ、そう、チーズ、とろけるチーズも入れた最後に。そう、鶏肉のトマト煮込みって、それだそれだ、絶対それだわ、それにしようじゃ。チキンのトマト煮、あ、どっちだろう、一緒かな、鶏肉のトマト煮、トマト煮、トマト煮、トマト煮ってなんか面白いね、なんかその名前みたい、トマト煮、カタカナで今浮かんでる、トマト煮、なんかポケモンの名前でいそうじゃない、トマトに、うん、トマトにこの感じ、デレレレって感じ、なんか伝わらんか、なんかトントンいくね、トマトに、トマトにトマトにっていうポケモンいたら可愛いよね、絶対トマトっぽいやつ。トマトに、そう、おにしが今日作ったのは鶏肉のトマトにです。そう、トマトに決まった、名前鶏肉のトマトにでした。とっても美味しくできました。でもね、めちゃめちゃ量多かったのよ、作ってみたら。今ここにあんねんけどさ、4分の1しか食べてない、嘘、5分の1しか食べてない。なんかめっちゃ多かったのよ、思った以上に。
鶏分って難しい。それな、鶏肉半分でよかったなって思った。1個使ったのよ。いやでもさ、こうやって普通にさ、まな板にさ置いて見てたらさ、鶏肉1個ってさ余裕やろって思うけどさ、そこにさしめじ半分とブロッコリー丸々1個入れたらさ、すごいなんか多くなっちゃってさスタジオにこれを食べきらなければいけない。こういうのってさ、冷凍してたらさいけるもん？無理？小分けにしてさ、冷凍してたらさどんぐらい食べれるのかな。わりかしいける？2日とかはいけるのかな。3日？1週間？1週間は無理？だって鶏肉だもんね。いける？いける？案外いける？あ、1週間いける？あ、ほんまに？あ、そう。あ、ジップロックに入れて冷凍。あ、ほんとに？あ、あ、じゃあ余裕だわ。あ、お肉とかでも案外いけるのね。いつも頑張ってさ、めっちゃ多くさ作ってもさ1日2日で頑張って食べてたわ。あ、じゃあそれなら便利ね。あ、じゃあこれジップロックに入れよう。あった。じゃあお風呂入る前にちょっとそれやってくるわ。ジップロック入れちゃうということで、じゃあ、あ、そろそろランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位新十郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がゆまアットマークカモンさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして、9位がん、あれちょっと音詞間違えた、もしかして、あれちょっと間違えた順番。あ、変わった。あ、今変わったのか。もう一回読むわ。じゃあ1位新十郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がコバットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がゆまアットマークカモンさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がプワーさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がカキアットマーク大西軍アットマーク明日の約束は5時半に秋葉原でさん、ありがとうございます。イエイ。そして、12位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がリカッピアットマーククリスマス会えるの楽しみですさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということでですね、じゃあ本日はこの辺で終わりたいと思います。明日は知ってる？みんな、明日ってあの秋葉原にエステあの秋葉原にあの秋葉原に、しかも秋葉原のあの劇場の近く、駅前の方に、駅前の方になSTU48 組んでんで、知ってた？え、知ってた？え、すごくない？秋葉原に STU が組んでんで、すごくない？でさ、しかもそれももう何人かで来るのよ。そう、一人とかじゃないのよ。 STU さんがこう何人かで来るの。
でね、マチャリンとかも来るらしいよ。そう、48グループなんか、いっぱいいるやんイベントみたいな、すごいみたいな。そう、すごいよね。でさ、たまたまね、たまたま大西もそのイベントちょっとお邪魔するのよ。そう、ちょっとね、ちょっと16と17日に一瞬お邪魔すんねんけど、そうやからこう STU さんとかマチャリンを見に来てってなった時に、たまたま大西もそこいるからさ、よかったらこうね、あのちょっと大西の方もね、こう見に来てくれたらちょっと嬉しかったりするなーなんて、ちょっとね。そう、あのでね、あの日本酒もね、今回あの101種類ね飲み放題らしいのよ、チケット買ったら。そう、その1個の1枚のチケットを買ったらもう飲み放題らしいよ。すごくない？で、お酒もたまたまいるからさ、でたまたまね、そこでね日本酒自分のプロデュースさせていただいたのがあったから、それをねちょっとね、あの販売したり、あのお渡し会とかしちゃったりするんだけどさ。そう、まあせっかくね、あの秋葉原でね、あのちょっと一応 AKB48 っていうグループで活動させていただいてるから、ちょっとね、あのパフォーマンスとか、あのソロステージで歌の方とかもあの歌わせていただいたりして、その時に撮影とかも OK なのよ。そう、そう、あのちょっとね、これはね、あの大西がちょっとあの撮影 OK とかにあのしていただけたらいいなって思っててみたいな、ちょっと言ってて、だから、そうだから、あの写真とか OK だから、あのね、そう、動画わかんねんけど写真は OK やからさ、もう撮り放題、あのフリー素材なんで、あの写真に関してはその時、あのソロステージの時はね、そう、あのフリー素材になれるので、よかったらね、まあ、ちょっとあんまりこう半目の、じゃ歌っててちょっと皮脂とかになってる時って、あの顔あんま可愛くないからさ、あのね、ちょっとあのあんま可愛くない写真とかは上げてほしくないかったりすんねんけど、まあ、でもなんか STU 見に来たら大西いんねんけど笑うみたいな感じで、ちょっとね、あのツイートとかにも、そうちらっと上げていただけたら、ちょっとまあ嬉しかったりするなって思ったりするから、ちょっとね、あの大西の方もあの見に来てくれたら嬉しかったりするなーなんて思ったりしているのでえ、大西これ、あの最後の挨拶したっけ、もう桃色って今やった、もうこのまま終わる感じになってる、あ、まだしてない、あ、オッケー、じゃあ締めれるね、オッケー、ありがとう。まあそんな感じで、まあちょっとね、あの明日明後日、あの秋葉原 UDX さんにて、あのそういう感じにあのやっておるので、よかったらね、あのたくさんの方に来ていただけたら嬉しいなーなんて、ちょっと平日なんですけれどもね、でも明日は17時半、まあ、割かし夕方の方ではあって、明後日はね8時ぐらいなんですよ。もうだいぶお仕事とかも終わってるよね。まあ、でもあの大西を見に来てとは言わへん、あの大西を見に来てとは言わないんですけれども、あの STU とかマチャリンとかもいるから、 あとユーカリーもいるからよかったらね、あのついでに大西のことも見に来てくれたら嬉しいなっていう感じですって思ってる所存でございます。ぜひ何卒よろしくお願いいたします、お願いいたしますはい、ということでですね、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。よかったら、おしももかでした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございましたなんかコメント見てたら釣られちゃった、なんかということで、じゃあ明日一生懸命頑張りたいと思います。じゃあねおやすみなさい、ありがとうございました。おやすみ、バイバーイ